はいはい、おはようございます。本日は2024年5月の18日土曜日、時刻は午前7時19分、外気温18度で天気は晴れ。今日はね、暑くなりそうですね。多分最高気温が29度とか、なんかすごいあれになるんじゃないのかな。今日はね、ちょっと遠いところ行こうかなと思ってます。往復で500キロ超えのツーリングをしようかと思ってます。で、どこへ行くかというと、今の船屋、はい、京都府でございますね。日本海に位置する伊根の船屋郡、こちらの方に行ってみたいと思います。ここから高速に、入ります。長旅になるぞこれ。東海北陸自動車道から一旦名神高速道路に乗って、で、そこから北陸道を使って敦賀の方まで行って、そこからなんやらっていう道に乗り換えて行きます。あれ、そうだったっけな。はい、ここから名神高速道路に入ってまいります。というわけで、養老サービスエリアが近づいてきましたので入っていきます。トラブル発生。なんでなんかあるかな、いつも。今回はですね、まさかのメガネ破損。メガネがね、つる横のフレームのね、ヒンジのネジがもうなくなっちゃったみたいで、取れました今片側フレームでメガネかけてます。あー、驚いた。本当にまさかのメガネ破損ですよ。今急遽ね、コンビニでクリップ、ゼムクリップなんていうの、あのぐるぐる巻きのやつ、あれを購入して、そいつで応急処置をしました。パッと見ね、変なんですけど、多分ね、気づく人なんてほとんどいない。いやいやいや、参りましたわ。しかし、まあ、これもきっとね、いい経験なんですわ。はい、ここからですね、北陸道に入ってまいります。ここはね、米原ジャンクションですね。あれやなかったっけ、片側一車線やなかったっけ。
おー、なかなか綺麗なとこだね。おー、いいね。お、あれは鶴ヶ湾？海だね。で合っとる？見事な風景ですね。ここはね、オバマインターです。この京都縦貫道、縦貫道かな、そっちの方に行くみたいですな。はい、右側でいいの？うねうねって書いてあるけど、いいのね、天の橋立てっていっぺん書いてあるけど、そんなに書かんでもいいんじゃないの？どんだけ書くん？でかい橋だね。裏側、宮津天の橋立てで、ここからね、無料区間に入りますね。与謝の与謝天の橋立てっていうところかな。さあ、いよいよ終点、与謝天の橋立てですな。終点じゃないのか。もうガソリンがやばいかな。お、天の橋立て。この右手にね、見えるのが、これが天の橋立て、橋立てですよ。まあ知っとるわね、みんなね。あった、ガソリンスタンド、しかもアポロやってるよね。やっとってください。よかった。よいしょっと、これセルフ。はい、よっしゃ、ガソリンも入ったし、天の橋立てもそこにあるし、いいね、ちょっと気分が上がったね。うわ、よかったよかった。一時はどうなるかと思った。天の橋立て前一回来たんですけど、でね、また覗きっていうの、何ていうの、またの間から天の橋立てを覗くのが絶景ですとか言って昔から言われてて、じゃあそれをやってみようと言ってやったんですけど、何を勘違いしたのか、天の橋立てのど真ん中でそれをやっちゃったんですね。であれって本当、展望台みたいなとこがあって、そこから覗くんですよね。なので、あんな真っ只中で股の下から覗いてみたって、目の前の松が逆さに見えるだけで何のこっちゃなんですか。その時はでも分からずに、こんなの何がいいやろうなと思ってたの、真剣に。で、後々よく考えたら違うんじゃないの。でテレビとか見てたら、そのどっかちょっと離れたところの山の上からなんかから見るときに、股の下から覗くといいよっていうことをやっと分かったんですね。いやいやいや、世の中ね、
わからんもんですわ。深い。やってきましたな。あれ、天の橋立てって繋がっとんの？でここら辺行くとね、あの駐車場の呼び込みのおばちゃんが確かね、いっぱい出とったような気がするんですね。犬山のモンキーセンターとよく似た風景やったなと思ってね。あ、そうそう、ここここ来たよね。うお、観光客いっぱいじゃん。でね、呼び込むのね、大変だよね。わかったわかった。わあ、いい道来た。こういうとこ、こういうとこ、岐阜県民が憧れるところやね。うーん、いいわ。綺麗だね。緑色だね、海はね。おー、いいわ。だからやっぱりね、手を振るはずじゃないと思う。手を振るのではないはずなんだよね。やえって違うよね。ピースサインだよね、やっぱりね。よし、今度はピースサインでビシッとやってみよう。原点に立ち返って、はい、ピース恥ずかしい。バイクも行けるやろ。いいね。おお。ありがとう。あ、はい。いいね、いいとこ止めさせてもらった。道の駅稲の船屋の里稲で、海鮮丼と牡蠣、岩牡蠣食べてきました。贅沢、美味しゅうございましたね。ものすごい人でしたな。外国の方もね、多くいましたね。よし、行きますか。はい、稲のね、船屋郡でしたね。いいとこですな。こんなところにみんな
来るんだね。そう賑わうようなとこじゃないと思ったんだけどな。よっぽど天の橋立ての方が。すげえとこで止まっとんな、おい。ここまでかな。はい、いいねの船群でした。いいところですよね。ちょっとでも混みすぎだわ。いくらなんでも。さて高速に乗って帰ります。まだ240キロ近くあります。やっぱり海はいいな。さあこっから北陸道に乗ります。鶴ヶジャンクション。あー結構ぶっ通しで走ったね。疲れたね。この静ヶ岳でちょっとインしてガソリンもインしてきますわ。あー疲れた。はい、今日2回目の給油ですな。厳密には3回目かな。朝一発目入れたよね。あ、だんだん戻ってきましたよ。ここからね、名神に入ります。もうあと1時間ぐらいかな。渋滞やねえかっていうほど渋滞じゃないね。だんだんねみんなも賢くなってきたんじゃない。さっきでファスナー式に入っていけばね、そんなにこまへんみたいなさ。さていよいよラスト東海北陸自動車道まで戻ってまいりました。もう暇でね、退屈でね、ずっと歌歌ってました。喉痛なった。いやいや帰ってきたね。岐阜に。はい、ご報告があります。メガネ直りました。ネジつけてもらいました。いや疲れたね。はい、今日だけで535キロ走りましたな。よう走ったね。はい
はい。メガネも治りましたし、まあ、終わり良ければ全てよしということで、本日はね、京都、伊根の船屋郡、そちらの方まで行ってまいりました。非常に遠かったです。往復で530キロ、540キロとかそんな感じですわ。はい、そういうわけでね、本日の動画はここまでになります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それではさようなら。